で、増えるわかめ買ってきたんですか。あれ、一回目食べるやつ。あんなね、増えるわかめつまみに食べて酒飲んだらお腹の中で膨張してもう肌壊しますよ、ほんまに。パンパンになりますからね。あれなん、もうほんまに膨張しますからね。まあまあ、何の話になるかわからない。その太平からの、太平四郎の最後の弟子、太平からでございます。で、昔の弟子なんていうのはね、師匠のサインできたもんやって師匠に言われたもんですけどね。まあまあまあ、でもそんなに師匠では10枚サインお願いしますとかそんなのなかったんで、僕は師匠のサインできないですけどもね。ちょ夢壊しますけどね。あれ弟子がサインしとったんかいってなりますけどもね。まあ、太平四郎のサインはできませんけども、武豊のサインやったらできます。なんでやん。あれでも人からサインもらって嬉しいんですかね。本人に書いてもらったら嬉しいんですけど、なんかサイン売ってるやついますよね。メルカリとかで。ね、あのメルカリでね、あの鳥山明サインで調べてみてください。あの孫悟空がね、あの顔が微妙に孫悟空じゃないんですよ。誰かが書いてるんですよ。弟子じゃないと思いますよ。豊太郎じゃないと思いますよ。誰か知らないやつが買い取るんですよ。であんた買うやつも買うやつですよ、あんな偽物のサイン。ね、サインなんかぐちゃぐちゃって書いてあるから分からへんやろって分かりますよ、そんなの買うんじゃね。まあまあ、確かに分かんないですけどね。うちのたこ焼き屋にね、あのなんかスペイン人のお客さんが、あの自分でサインしはったんですよ。これ画用紙にね。これは価値があるから、飾っといた方がいいよって言われて、あ、そうですか。で、階段のところに飾ったんですけど、誰かわからないがずっと貼ったって、お客さんに聞かれても、なんかわかんないですよ。俺、誰のサインって聞かれても、わかんないですよ。どんなサインね、サインってそんなもんですけどもね。まあ、僕もサイン、ね、あの、サイン練習してますよ。売れる前からサイン練習してますよ。もう、何をしてんじゃろうと思いますけどもね。だから、バーターでもらうことありますよね。みんなで一緒に出た時に、ちょっとサインお願いしますよって。でも僕単品のサインなんかこれええのかと思いますからね。そんな貼ってええのかと思いますけどね。サインはできます。あの竹豊のサインも本人よりうまいこと書けます。本人あのなんか表記並んでたら適当にサインするからね。もう僕は丁寧にしますけどね。まあもうやっぱりね、芸能人というのはちょっと嬉しいもんです。サインくださいって言われたらなんかね、やっぱり売れたらうっとしいなとかなるんでしょうけど、僕は嬉しいですね。ね、やっぱり道とかで声かけること、まあ、たまにありますからね。あのこの間あの新間宮にあ でっかい最近できたあのメガドンキ、メガドンキで何か安いもんないかなと思って物色してたら、後ろの方からお姉さんが「あ、お兄さん YouTube やってるでしょ」誰やっけ、誰やったっけ、思い出せ、萩野茶屋のガード下で暴れてた人、誰やねんそれ。言葉聞かれてる。多分これと同じメガネかけてると思います。このね、あのこれ3本5000円であの安いでしょ。3本5000円。あれ多分日本で一番安いドスキメガネだと思いますよ。多分これと同じメガネつけた YouTuber が萩野茶屋で西成で暴れまくってる。言われてると思いますけどね。まあまあ、腹立つことは要件ありますね。最近何ですかね、なんかオンライン、すごくね、あの銀行でもオンラインでね、ネット振り込みとかできて便利ですよね。あと電子マネーとかね、もうスマホ1台やったら何でもできるという、もうすごい便利な世の中になったなと思う反面ね、あるとしどきありますよね。 ID 分からんようになるんですよね。 ID 何やったっけ、僕高田高弘やから ID 高田高弘違いますとね、多分同姓同名で弾かれたんやな。じゃあ太平ガードとかで何遍も調べてね、まだ ID 分からんのはいいんですけど、パスワードもなんかね、だからもうなかなか入らないんですよ。もうだから泥棒に入ってこられんようにしてるのに、泥棒どころか俺も入られへんやな。自宅に入られへん状態でどないしようかな。ねえ、もう09、まあだから9月25日前から0925ってね、まあ銀行の暗証番号違いますよ。こんなところでね、個人情報発表してどないするんだ。これね、もう全世界にインターネット配信してどないするんだ。銀行の暗証番号違いますけどね。まあ、大体誕生日やろ、思って、0925で言ったら、違います。あ、違うんかいと。あ、そうや、なんか8文字以上じゃないとあかんとか、なんとか始めたな、思って。じゃあもう年号も入れてね、生年月日1978、1978年前から、19780925。ログインできません、ね、違います、まだ違うんかい、なんやねんって。あ、それ数字ばっかりやったからあかんねや、思ってね。ガロ1978-0925違います。もうええ加減にせえ、もうだんだん腹立ってきてね、もう頭ガーって頭に血のぼってうわーって、もうこんな何がパスワードじゃボケ、うんこーってローマ字で入れてあったらログインできました。どんなパスワードやねん。まあ僕が悪いですけどね。まあ僕がそういう
やりにしたから悪いんですけどもね、ほんまに腹立つことは容器あります。もう空気読めないやつ腹立ちますよね。空気読めないやつ。近所のね、あのホルモン屋さんがあって、そこでね、知り合いの人と飲んでたらね、まあそこの常連さんがようしゃべる人でね、まあしゃべってはったんですけども、なんかすごい話題をしてはるんですよね、いつもいつも。でその時しゃべってながら、まあ、ハゲのパラドックスってね、ハゲのその人の、うん、言うてはることにはハゲのパラドックスというのがあって、頭に毛がない人のことをハゲという。でそのハゲの人に毛を一本植えたところでハゲはハゲである。これを突き詰めて考えていくと、全国民はハゲであるというなんかわけのわからんパラドックスを熱弁してあるんですけど、カウンターの端っこに座ってた人がどう考えてもあの髪の毛をかぶってはるとすごい空気なんですよ。でもそのおっさんは気づいてなくて、まあ、熱弁してるんですよ。ハゲだから全員はハゲやということになる、おかしないか。じゃあ9999万、本から上がハゲで、そのそれ未満がハゲということになると、じゃあ一本違うだけでハゲとハゲとじゃない人と違うようになる、それはおかしいとか言って熱弁してんだけど、もうみんな消え消えなんですよ。でもそのホルモン屋のお姉さんが、余計凍りついてね、そんな空気、こんな空気ですねえ、お前にもう手すぎて腹立ってきた。ああ腹立つ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 腹捕まった笑いコンテンツですか。ちょっと寝ていきたいと思いますけどね。そういうことは容器ありますよね。もう何が腹立つかって、この間痛めし屋行ったんですよ。痛めし屋行ったらね、メニュー見てびっくりしましたよ、ね、森の妖精とおしゃべりマルションコルゴンゾーラ、どんな名前やん今年42やすいません森の妖精とおしゃべりマルションのコルゴンゾーラ言えんかそんなアホな名前つける店も店やったら客も客ですわ、ね、メニュー見せて、店員さんこのメニューこれ美味しいですか。考えたら分かるやろ、うん、それもね、これ美味しいですかって店員さんに聞いて、あまずいですよって言うと思ったからもうアホな質問するやつ、なんかこんなちっちゃい、子供にね、パパとママどっちが好き、残酷なこと聞いたんだよパパが好きとか言ったら、明日からママと戦争入るもっと合わないですね。うんこ味のカレーとカレー味のうんこどっち食べる聞いてどうすんねんああもう思い出した、腹立ってきた、ああ腹立つ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 どうもありがとうございました。はい、全集合。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ